青学大が10時間41分25秒の大会新記録で2年ぶり7度目の優勝を飾った今年の箱根駅伝。21日合法の全国都道府県対抗男子駅伝競争大会、全国男子駅伝イコール全7区、も、昨年は長野が2時間17分10秒の大会記録で2連覇を達成した。 今年も大会記録の更新が期待されているというのだが、ちょっと待った、だ。昨年の大会は3区間で新記録が出ただけでなく、1チームが自らの最高タイムを塗り替えた。その前の2年間はコロナ禍で中止だったが、2020年は優勝した長野から6位の茨城までが大会記録、9年の2時間18分43秒を上回り、 20年はなんと26チームが最高タイムを更新している。これだけレースが高速化したのは、17年に登場した厚底シューズの普及によるもの。着地時に跳ね返り効果があるカーボンプレートの入ったこのシューズは前方への推進力を生み出すためストライドが伸びる。1986年からの4連覇を含む箱根の総合優勝9度。 ゼロ年大学駅伝三冠を誇る元巡大監督の沢木啓介氏が言う22年の箱根で総合2位になった巡大のメンバーは同年厚底シューズを履いて1キロ3分ペースで走ったところ歩幅が最大6センチメンバー平均でも3.5センチ伸びた身長や歩幅によっても違いますが箱根は1区間22キロ前後 靴底を履けば以前より約1分30秒も早い時計が出る。10区間なら15分前後も記録が伸びることになるわけです。ちなみに当時のシューズは2020年前後のモデルだったという。最新のものなら歩幅はさらに広がるはずだ。実際にそうだろう。靴底がまだ普及していなかった17年は青学大が3連覇した大会。 記録は11時間4分10秒だったが、今年はそれより23分も早い。もちろん、選手の日々の努力やトレーニングの進化は無視できないとはいえ、多くのメーカーが改良を続ける厚底シューズが、駅伝やマラソンの記録更新に大きく寄与していることは間違いない。ぴょんぴょん跳ねる、と言っては大げさだが、 そんなシューズを履いての新記録にどれほどの価値があるのだろうか